この番組では私の人生や生活の役に立った本を紹介しています音声だけですので耳だけ貸してください今回紹介する本は頭のいい人が話す前に考えていることという本ですこの本を読んで印象に残った部分を紹介しますそれでは始めていきますこの本を読むと誰でも頭のいい人になれる 結果は話す前に決まっている。プレゼンにしろ、商談にしろ、上司への報告にしろ、はたまたプロポーズでさえ。これが私が新卒でコンサルティング会社に就職し12年、その後会社を10年経営してきてたどり着いた結論です。本書は読書が 頭のいい人たちの知見を身につけ一気に頭のいい人になるように設計・プログラミングしましたつまり本書は頭のいい人が考えていることを要約したものではなく頭のいい人になるためのプログラムなのです本書で目指したのは読み返さなくていい本です 怒りや恐怖など強い感情にとらわれると愚かな行動に走りやすい要するに怒っているときは誰でも頭が悪くなるのです怒っている時に下す判断はまず間違っていると考えた方がいいでしょう実際上司と喧嘩し勢いで会社を辞めて後悔した人を何人も見てきました 頭のいい人は切れること感情的になることでどれだけ大きな損失を被るか知っていますつまり話す前にちゃんと考えるということは感情に任せて反応するのではなく冷静になることだと言い換えられます切れないための2つの技術1つ目 すぐに口を開かない2つ目相手がどう反応するかいくつか案を考えて比較検討する何かを言いたくなった時ほど逆に口を閉じるとにかく反応しないということが大事なのです。 頭の良さは誰が決めるのでしょうかそう他者です自分ではなく他者です頭の良さは他者の認識が決めるという視点は非常に重要ですアメリカで提唱された人間が生きていく上で 最も重要な頭の良さとは社会的知性これは一言で言うと他者の思考を読み他者の信頼を得て他者を動かす能力です他者の思考を読み他者の信頼を得て他者を動かす能力です もちろん本で勉強することは大切です。しかしもっと重要なのは日々の生活の中で相手の欲求から考えるつまり相手が何を求めているのかを常に想像しながら生活することです。隣に座っている人が何を求めているのかがわからない人が顧客が求めていることを想像するのは難しいでしょう。 他者とのコミュニケーションの中で知性を身につける。このことを念頭において、この先も読み進めてください。一生懸命プレゼンテーションをしても、企画が通らない人と、簡単に説明するだけでやりたいことができてしまう人。その差は、その人が周りから頭がいいと思われているかどうか。 その信頼感があるかどうかが非常に大きいのです。ただ、相手の立場に立って考えると言っても、常にそうしなければいけないわけではありません。話す前だけでいいのです。普段は自分の感覚を大切にしながら、ぼんやりと好きなことを考える。話す前だけ、頭の良さは他人が決めるという前提で、 思考の質を高めれば大丈夫です。どんな仕事でも一番偉いのは最初に案を出す人なんですよ。批判なんて誰でもできる。でも最初に案を出すのは勇気もいるし何より みんなからバカにされないように一生懸命勉強しなければいけないだから最初に案を出すやつを尊重するのは仕事では当たり前です目から鱗でしたプライベートでも友人関係でも恋人関係でもこの人 私のことをちゃんと考えてくれているという心情になったとき、また話したいと思うはずです。人はちゃんと考えてくれている人を信頼する。頭のいい人は決して論破しようとしません。議論はしても勝ち負けにこだわらず。 議論を前に進め仕事を進捗させることを意識しますちゃんと考えて話すというのは相手の言っていることからその奥に潜む思いを想像して話すということでもあります相手の言っているとことからその奥に潜む思いを想像して話すということでもあります 人とと戦戦うな。課題と戦え。繰り返しになりますが話す前にちゃんと考えるということは型に当てはめることでもテ,テクニックで賢いふりをすることでもないのです。大事なのは型はあくまで考えるきっかけと捉えることです。 型に当てはめて自分の考えの欠点に気づくことができればより思考を深めることができますそして相手に伝わらなければ話し方が悪かったのではなく考えが浅かったと考えるこれが実際に頭がいい人のマインドであり思考の質を高めるポイントです伝わらないのは話し方ではなく 考えが足りないせいせですコンサルに入ってまず簡単にアドバイスするな意見を言うなとにかく相手に話してもらえと徹底的に教えられました大切なのは何かを話したくなった時にそれは 相手ののためになるるかの視点でで考えることですアドバイスに関してはアドバイスする人はみな相手のためになると思って言っています。ただ話す前に「本当に相手のためになるのか?」と立ち止まることで知識を披露したいだけただ言いたいだけの自分に気づくことができます。 頭のいい人は、自分を客観的に捉える能力に長けています。話す前に相手の立場に立つことで、自分を客観視できるのです。まとめると、話す前にちゃんと考えるということは、自分の知識の疲労ではなく、これから話すことは相手にちゃんと、これから話すことは本当に相手のためになるのか、 とという視点を持つことです知識は誰かのために使って初めて知性となる承認欲求をコントロールしコミュニケーションの強者になるには2つの条件があります1つ目自信を持つこと2つ目口ではなく 結果で自分自身の有能さを示すこと他者は褒めつつ自分は何でもない人間ですという顔をするのがコミュニケーション強者の態度であり知的で慕われる人の態度です他者からの信頼は 肩書きがあるから得られるものではないことを忘れないでください肩書きがあった上で他者に親切にできる人こそ絶対的な信頼を得られるのです話が浅くなる三つの理由一つ目根拠が薄い二つ目言葉の意味 定義をよく考えずに使う3つ目成り立ちを知らない話を深くするための2つのコツ1つ目自分の意見と真逆の意見も調べる2つ目統計データを調べる。 ちゃんと考えてから話すとは、相手が受け取る言葉の意味を想像し、できるだけ定義のそごが出ないように話すということです。ではなぜ頭のいい人は、たとえ難しい話でもわかりやすく話せるのでしょうか。それは物事の 本質を理解できているからです本質を理解していない場合いくら話し方を注意しても分かりやすく話すことはできません分かりやすそうな話をしているだけで分かりやすい話にはならないのです一体なぜ 彼らは結論を述べることができないのでしょうかそれは彼らが重要な情報とその他の雑多な情報をきちんと分けることができていないからです分けることができずに頭の中でごちゃごちゃになっているのでつまり整理できていないので例え結論から言うとと言っても結論から言えない羽目になってしまいます ではどうすれば重要な情報とその他の雑多な情報を分けることができるのでしょうか答えは結論から言えというのは本質的には自分がしたい話ではなく相手が聞きたい話を最初にしろということなのです。 万人に当てはまる結論の定義それは自分が話したい話ではなく相手が聞きたい話を相手にしろということなのです知的で慕われる人の聞く態度1つ目肯定も否定もしない。 2つ目相手を評価しない3つ目意見を安易に言わない4つ目話が途切れたらむしろ沈黙する5つ目自分の好奇心を総動員する相手が話しているときに自分が話すことを考えるのではなくまずは 相手が言いたいことを正確に聞こう。整理しながら聞く技術。1つ目、ゴールの確認。2つ目、考えていることを聞く。3つ目、話を整理して相手の意思決定を助ける。アドバイスしたい時ほど、 相手の話を整理しながら正確に聞く。プロフェッショナルは、自分の思考回路を言語化できています。言語化なしには、繰り返し高度な作品をアウトプットすることはできません。言語化せずに、たまたまいいアウトプットができることもありますが、そういう人は一発屋と呼ばれ、 長続きしないのです次最後ですとにかく大事なのは本を読んで面白かったで終わらせず自分の言葉でまとめることです仕事で教わったことも同様です心が動いたときにとにかくメモを開き書くことを習慣化してみてください 今回は以上です。